ル始めるじゃ改造チャンネル始めるバイ。はい、皆さんこんにちは。ですね、なんと田尻組長まで訪れて来ていただいたので、せっかくなんで3人で対談、いやまあ雑談やってみようかなと思います。なんとですね、ある異業種交流会の代表を務めてるっていう感じなので、まあ、共通する部分も何かと多いような気もしますので、早速始めてみたいと思います。あ、それと、まあ建築土木、はい、めれそういうところでも、関係性がある 3名でございますので、皆さん楽しみに聞いてくださいね。では田尻さんが何かやります。いや何をですか、ね、急に無茶振り。まあこわもてあるあるみたいな話をですね、まあ、ぜひ田尻さんから順に。こわもてあるあるですね。あんまり怖すぎて田尻さんそうあんまり怖すぎたんです、ね、ビビりましたね。やっぱ首長相手に、なんか威圧感が。いや自分ではですね、そんなこわもてとは思ってないんですけど、まあでも黙ってると怖いってよく言われますね。笑うといいけど、そうします。笑うといいけど、アウト。一緒ですね。それはいいけど。前回が、あれなんですよ。首長って感じなんですよ。ああ、そう。迷彩来てますか。いや、今日はですね、今日は、ね。攻撃たまたま。たま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 。え、でも松岡さんも結構言われないんですか。僕は本当に言われないですね。ああそうです。結構、はい、ジャニーズで来てるガキの頃からですね、異業種交流会とかで、ね、はい、お会いした時はキリッとしてるんですよ。あ、そうですか、うん、こういうようなこう感じでなく、あ、なるほど、ね、なんでそう思いましたけど、今日もうガラッと変わりました。すごい気分がってるのかもしれませんね、うん、これがもう素ですね。なるほどですね、まあ、面白い、ね、あの社長なんでですね。ありがとうございます。かぶってなかった。一人季節外れやしね。誰もそこに触れない。この服当たり前みたいな。寒くないですか。ちょうどいいですね。ちょうどいいですね。それやっぱりこう筋肉に包まれてるから、そんな体感だね。どうなんですかね、こう。どうなんですかね、代謝がどうかもしれませんね。見てください、この胸圧。すごいですよ。はい、ちょっと代謝はだいぶ上がってきたんですよ。筋肉大きくなってくるんですね。まあ、ちょっと甲羅代謝じゃないですか。あ、クルメの山ね。あ、クルメの山ね。ちょっとそれだったらこう動くのちょっとやってみる。あ、動くよ動くよ。すごい。ちょ、俺もやってみよう。いや、肩が動いてる。田尻さんどう？いや、わかんない。めっちゃ動いてますよ。めっちゃ動いてます。パワーの方が動きましたね。すみません。間違えた。改造チャンネル。ところで皆さん、お年はおいくつぐらいなんですかね。私は50歳を迎えましたけど。ご濃いですね、認める。そうでしょ、よく言われるんですよ。ご濃いですよ、うん、50歳ケアもしてるんでですね。あ、ケアもですね。はい、ケアは一応してるんですね。ちなみに松岡社長は僕は43ですね。今年44歳、昭和53年生まれで。なるほどですね。田尻さんはおいくつ。僕は昭和50年で46です。今年7ですね、うん、お兄ちゃん、うん、こういうこの順ですね。この順この順ちょうどね、よかったな。皆さんからどう見えてるんですかね。うん、本当気になるですよね。どうさ、大学生ぐらい思われたんだよ。それは言い過ぎだ。改造チャンネル。公共事業とよく聞くじゃないですか、はい、あれって大体何なんですか。知りません。知らんの。今ナイスパスと思ったんだけどな。ほら公共事業ってよく言うけど、はい、ね、民間ね、なんとかいろいろあるじゃないですか。一般の人よく分かんないですよね。まあ単純に言えばですね、国県市が発注する工事が公共事業なんですね。じゃあ中央何やってるの。なんか掃除してますよ。掃除現場監督、現場管理をしながら掃除やってますね。本当なんすると一番いいことしてますよね。はい、
まあ、便所掃除から、社長ですね、詰所の掃除から、社長です、ね、これ本当現場に出たら一番にやってます。ああ、いい社長ですね。若干目が嘘ついてますけど、もう下がったもん、ね、若干嘘じゃないかなっていうニュアンスはありました。タジさんどんな感じで現場に関わってますか。うちは土木なので、まあ、例えば河川工事とか道路工事とか、あとは解体とか、まあ、そういった類の仕事ですね。ああ、なるほどですね。まあ、公共工事も昔はちょっと入札入ってしてたんですけど、今は下請けがほとんどです、ね。じゃあ、田尻さんあれですね。ドンドンドンってやるような工事ですね。ドンドンドン、いや、解散ほどではないです。違いますか。外交工事のイメージって、どうしても工事の中で最後ってイメージがあるんですよ。そうそうですよね。最後お客さんが引っ越してからするようなイメージですからね。そうです、どちらかというと、はい、カーポートつけたりとか、うん、モンペー立てたりとか、うん、アプローチ作ったりとかはですね、うん、でも一番大事なところですね、最後。そうです、終わりよければ全てよし。お、いい言葉。カットで、ね、いい言葉。改造チャンネル、ではですね、これからの建設業、まあ、若い方、若い世代に向けてですね、何か発信をしていただきたいと思いますので、松岡さんの方から。よしですか。はい、若手が建設業を営むにあたってってことですか、ね、開業するにあたってってことですか、ね、まあまあ、し、携わってもらうためにとかいうような感じで、なんかこう、一般的には昔、昭和の時代っていうのは厳しい、汚いっていう、こう建設業っていうとそういうイメージがあって、怖いとか危ないとかですね、危険とか、まあ、産経業種と言われる業界だったんですけども、今はやっぱり楽しく若手が育てれるような環境を一生懸命作ってる会社が多いのかなと思います。まあ、それができないところがやっぱり外国人をいっぱい入れてとかってしてるところもあるんですけど、やっぱり人材育成をするに経営者の方々は頑張ってますのでですね、一回こう建設っていうものを一度見直してほしいなっていうのが僕の思いですね。うちの会社もやっぱ若手が育つような環境を作ってますんで、やっぱ心で仕事できるようなものづくりとはこんなにいいものだっていうことを分かっていただけるようなですね、手に職をつけるって、僕もやっぱ子供3人いますけど、右手一本でやっぱ育てて大学まで出しましたんで、やっぱこの技術っていうものの素晴らしさっていうのをですね、皆さんに分かっていただければなと私は心より思ってます。はい、ありがとうございます。では、田尻さん、はい、いいです。そうですね、僕も、まあ、今松岡さんが言われたように、やっぱどうしても産経っていうなんかね、汚い、きついっていうイメージがあるんですけど、まあ、本当に今 の土木建設業の人材ってやっぱ50代、60代、70代の方が中心なんですね。だからやっぱり本当に20代、30代の人たちになんか携わってほしいなっていう、まあ、本当まあ、やりがいのある仕事ですし、物を作ったり、地図に残る仕事だったり、まあ、いろんな意味でですね、なんかそうやってなんか携わっていく方が増えればいいなと思ってます。はい、なるほどですね。はい、つゆぽんはですね、女性に本当目を向けてというか、女性が活躍できる建設業界になったら、だいぶこう華やかさというか、まあ、イメージがちょっと変わっていくと思いますので、ぜひ女性の皆さんですね、若干ですけど、こう女性の方も増えてきてる、ね、若い世代に、興味を、まずは興味を持ってもらってですね。まあ、こういうですね、こわもてなんですけど、優しい、楽しい、面白い社長も建設業の中にはいっぱいいますので、ぜひぜひ、特に私にも連絡くださいね。まあ、以上で、この対談を終わらせていただこうと思います。それでは、いいですか、皆さん、最後に。はい、グッバイ。